古老間での戦の後、俺は朝鮮に壊れ董卓を討った。だが董卓の部下どもが団結し、俺は都からの脱出を余儀なくされた。都を追われた俺たちは尺だが袁紹の世話になっている。今回袁紹は公孫さんと戦を始めるらしく、俺たちにも出陣の依頼が来た。袁紹はグズで気に入らんが、ちょうど退屈していたところだ。公孫さんなどこの俺の部でひねり潰してやるわ。の護衛などやっておれん。宝仙様、いずれ名族など及ばぬ高みへと上る方、私は信じております。今は二人で耐えましょう。我らは高孫さんを攻める。緑は三条を攻め、敵を防いでおれ。緑のやつめ、どうも信用ならん。しばらく様子を見ることでしょ。今度は負けねえからな。敵将討ち取った。呂布軍が敵の伏兵に襲われております。どうしとけ。俺を捨て駒として扱うか。早く長英を倒し信用を得ましょう。負けねえからな。敵将討ち取った。我らの攻めの構え、対面に会いたいか。久々に強敵と会えたわ。敵将討ち取った。お見事。策など不要ですかな。
痛い目に遭いたいか。待機して主軍と足並みを揃えましょう。久々に強敵と会えた。激勝、打ち勝った。我らは健康な守り、僕と見るがよい。主軍を離れては。素晴らしいですね。ごねて裏切られてもいかんからな。全軍進撃開始。
だが次に会った時は勝つ。敵将討ち取った。我らも続くのじゃ。高孫さんと賊の長炎は殲滅した。これで河北一帯は遠家のものとなった。諸々の力によって明家の意向はより輝きを増したな。我が軍の国力は充実し、兵士たちも自信にあふれている。あとは関王朝が以前の威厳を取り戻してくれればよいのだが。